冷却が終了しました。 薬液を散布します。 雑草は駆除しないとね。
変異ウイルスを確認。マーキー博士、我々と来てもらいたい。君たちが来るのは分かってた。誰にも渡さないぞ。私の生涯をかけた作品なんだ。我々は命令を受けている。最後にもう一度だけ言う。何を考えてる。生きて連行しろという命令だ。突入しましたが問題が発生。ターゲットの抵抗にはやむなく射殺。はい、そうです。了解。サンプルを回収します。撤収だ。ダメだ。これってまさか。嘘、やった。これね。よかった、抗ウイルス剤シェリーに届けなきゃ。何？私の夫だった。早く殺すべきだった。でもどうしてもできなくて。当たり前でしょ。
お互い結婚より仕事を優先してた。シェリーのことはよく一人にできたわね。地獄のような街で、あの子のいる世界に G ウイルスをばらまくわけにはいかなかったのよ。だからって一人にするなんて。
クラス A 収容違反を受け、スタジオの皆さんに実験室へお送りします。急いで戻らないと。
立ち入りできません。施設封鎖モード実行中。シェリー、クレア、よかった。ママを助けて。アネット。シェリー、具合はどう？大丈夫。ママこそ苦しそう。大丈夫。そのモニターを見せて。よかった。シェリーは助かる。すぐには回復しないけど、ええ、Gウイルスは消えてるわ。今の聞いた？私なら心配ない。娘を連れて行って、お願い。ごめんね、シェリー。一人にして、あなただけは助かって。ママを置いていけない。置いてかないわ。警告、レベル4ウイルスの不正な持ち出しを検出しました。施設封鎖開始します。どうなってるの？自爆装置が作動したの。ジウイルスの漏洩を防ぐために。お願い、娘を助けて。いや、シェリー、ママにさよならして。ザファイアくん、さよならして。ねえシェリー、ママはね、あなたを愛してたの。早くここを出ましょう。急いで。その話は後でしましょう。急がないと。早く。シェリー、歩けそう？せかしたくはないけど、行かなきゃ。自己破壊コードが実行されました。中央エレベーターから再発するブラックホールに至急避難してください。警告、自己破壊コードが実行されました。中央エレベーターから再発するブラックホールに至急避難してください。